注目の一番人気13番中山フェスタ、実力は完全に上位ですね。さあ、会長だ。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目の中山フェスタ、十分に勝利を狙えますよ。人気と実力を兼ね備えたウイニングチケット、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは5番、1番、14番、期待通りの結果を出せるか。1番人気中山フェスタ。長丁場のこのレースですが、1番早くも先頭に躍り出た。第1コーナー回って第2コーナー、1番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは1番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、およそ5馬身開いて15番、内で三輪早秀で17番、追走2馬身3馬身開いて3番、そしてその外を回って14番、ウイニングチケット、追走1馬身差中山フェスタ。その後3、4馬身開いて6番、それを見るように12番、内で8番、そしてその外から行ったのは成田大進、ウイニングチケット。ペースが速い。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。先頭1番、レースはよどみなく進んでいます。続きました5番、さらには三輪早秀で1馬身離れてウイニングチケット。5番手には17番、中山フェスタ。少し離れて15番、その後ろ3番、その後ろに6番、それを見るように14番、さらには成田大進、内をついて8番、それを見るように12番、外で9番、そしてその内を回って2番、残り 1000m を通過、そしてその内を回って4番、後方2番手に16番、最後方18番、中山フェスタ。先頭進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは中山フェスタ。残り400、ウイニングチケット、食らいついていく。3番追走中山フェスタ。これは強い。余力を残したまま余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは圧勝ムード。200を通過中山フェスタ。足色は衰えない中山フェスタ。大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。気力を尽くした消耗戦、勝ったのは中山フェスタ。2着にはウイニングチケット、3着三輪早秀。心臓が吠えてやがる。